じめまして。今日からダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルでスタートする新番組、難民を理解するための15分、ナビゲーターを務めます認定 NPO 法人難民支援協会代表理事の石川恵里と申します。この番組は故郷を逃れて他国へ避難せざるを得なかった難民の方々が今どのような状況に置かれているのかなど、視聴者の皆さんに知ってもらい理解を深めていただくとともに、私たちにできることを一緒に考える、そんな番組です。これから毎月国内外の難民の歴史や日本に逃れてきた方々の現状やその課題など、さまざまなテーマでお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。記念すべき第1回目のテーマですが、難民とはというテーマでお送りしていきたいと思います。ご視聴者の皆様も難民という言葉をニュースなどで目にする機会もあるかと思います。ただそもそも難民とは一体誰のことを指すのでしょうか。今回は第1回目ということで、簡単に難民についてお伝えできればと思います。まず、難民とはというところをご説明していきます。難民とは、紛争や人権侵害などから自分の命を守るためにやむを得ず母国を追われ逃げざるを得ない方々のことを指します。難民の定義では、迫害を逃れて国を出た方々とされており、その理由や出身国は様々になります。例えば軍事政権の下で民主化活動を求める運動に参加したという方、また特定の宗教しか認められない国で別の宗教に変えること、改宗をされた方、例えば性的にマイノリティである方、例えば反政府活動をしているグループと同じ地域に住んでいて反政府活動の集団の一部だと思われて地域ごと攻撃に遭っているような方、紛争から逃れた方というのも難民条約の難民になりうる方々です。こうやって見ると一人一人それぞれに違った背景がある、事情があるということが少し想像いただけるかと思います。家族や友人と変わらない普通の日々を送っていたのに、突然戦争が始まり逃れざるを得ない状況に追い込まれたという方もいらっしゃれば、生まれた時から何世代にもわたり、例えば祖父の代から代々ずっと同じ難民キャンプで生まれ暮らしてきたという方もいらっしゃいます。一口に難民といっても、多様な一人一人の人がいるということをぜひご紹介できたらと思います。次に、難民を守ること、難民の保護とはということをお話ししていきたいと思います。難民を守るということは、故郷で国を出ざるを得なかった、人間として暮らしていくのが難しかったというところから逃げてきた難民の方々の人権を回復し、彼らを守ることになります。それは日本であれば日本に入国してから、なかなかないんですけれども、故郷に帰れるその日まで、もしくは日本社会の中で暮らしていく、定住をしていく、場合によっては非常に長い時間をかけたプロセス、手続きの中で、彼らが難民であるということを踏まえた対応や支援が必要になってきます。例えば制度として求められるのは、難民の方が着のみ着のまま逃れてきた時に、日本に対してパスポートを持って逃げてくることができなかった、そうすると非正規な形での入国となりますし、非正規な滞在となりますけれども、そういったことを逃げざるを得なかったということに鑑みて罰しないということ、また難民を守るということでは最も大切な中核の部分になりますが、人間として生きていかれないような母国に送り返さないこと、
送還をしないこと、これは専門用語でノン・ルフルマン原則と言われますが、こちらが非常に重要になってきます。こういう罰しないですとか在留を許可する、送還しないということは政府が行うことになりますので、難民を守ること支援をすることというのは政府の役割が非常に重要で中核的なものになります。けれども難民の方々というのは一人一人多様な人で、私たちの社会の中に暮らしています。そういう意味では私たち一人一人にも出番と役割があり、地域社会の中で共に暮らしていく場合によっては、子ども同士が同じ保育園に通ったり小学校に通ったり同じ職場で働いたり、もしくは、お店に買い物に来たりということで、共に生活を送っていく社会の一員として一緒に暮らしていく、そういう意味での私たち一人一人の役割も非常に難民の人たちを守る保護するという意味では、大切になってきます。次に難民を守るための枠組み、難民条約についてお話ししていきます。難民を守る国際的な枠組みとして難民条約という国際的な取り決めがあり、これは現在世界146カ国が加入をし締約国になっています。その中の難民の定義としては簡単に述べたいと思うんですけれども、中核としては迫害という深刻な人権侵害や命の危険を逃れて国の外にいる人、そして帰れないと思っている人が難民になります。なぜ迫害を恐れているかというその理由が5つの理由のみに関係しているとなっておりまして、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員または政治的意見という5つの理由をもとに迫害を受ける恐れがある、でそのために国に帰れないと思っている方、それが難民ということになります。続いて世界の難民の状況についてお話ししていきたいと思います。2020年末の時点で紛争や迫害により故郷を追われた人の数は世界で8240万人になっています。これはドイツの人口とほぼ同じ数です。よく難民受け入れというと先進国でアメリカやカナダ、イギリスなどが受け入れてるんではないかというイメージを持つ方も多くいらっしゃるかと思いますが、実は難民を受け入れているのは難民の出ている国の周辺の国、お隣の国になります。例えばアフガニスタンであればイランやパキスタンといったお隣の国、シリアであればトルコやヨルダン、レバノンといったお隣の国、そして今のウクライナであればポーランドやモルドバといったお隣の国が難民を多く受け入れている国々になります。世界の状況を見ますと難民が逃れているのは先進国ではなく周辺国、お隣の国々になっていまして、そのお隣の国々で7割以上の難民を受け入れているということになっています。日本の状況についても簡単にご説明していきたいと思います。日本には現在難民申請中、自分で日本にたどり着き、そして政府に対して難民として保護してほしいということで申請を行い、結果を待っている方々、難民申請中の方々が約2万4000人いらっしゃいます。それに加えて難民として認定されたり、それ以外の在留資格を認められた約1万人の方々がいらっしゃいます。1万人の方々の中には、1970年代のベトナム、ラオス、カンボジアでの紛争から逃れて日本に受け入れられたインドシナ難民の方々もいらっしゃいます。先ほど言った2万4000人の難民申請者の方に関しては、20年間の難民申請の推移を見ると2010
2010年以降にですね、非常に難民申請が増えてきて、そして2017年には約2万人近い難民申請の方々が、来られるようになりました。その後、政府が制限的な政策を取ったことから半減し、また新型コロナウイルスの影響により、さらに難民申請が減っているというのが現在の状況です。ただ難民認定された方を見ますと、一貫して非常に少ないというのが日本の大きな特徴、そして課題になってきます。諸外国と比べても、日本の難民認定率 0.5%、そして認定される方の47人というのは、G7 の国々と比べても際立って低いというのが課題だと捉えています。最後になりますが、そもそも難民問題とはどういうことなのかということをお話ししたいと思います。まず、なぜ難民を助けるのかということですけれども、本来自分の命を守るために逃れてきた、助けてほしいと逃れてきた人、難民の方々を助けるのは、人の命や権利を守るということと同じで、普通の対応だと考えています。自分の国で生きていかれないという状況があったときに、他の国に逃れて助けを求めるという権利は、世界人権宣言などでも人としての権利として確認されています。日本に逃れた難民の方々の命を守り、そして彼らと共に暮らせる社会というのは、様々な方にとっても暮らしやすい社会ではないかと考えます。同時に難民問題は一つの国では解決できない、多くの国の協力を必要とする課題です。難民を生み出す理由となる民族対立や政治体制などの背景には、先進国も無関係ではないことが多くあります。難民問題という時には、難民の方々が問題であったり、彼らが問題を持ち込むということではなく、難民を受け入れる社会側の問題として捉えるべきだと考えています。以上、第1回目ということで、まずは簡単に難民とはということをお話ししました。皆さん、いかがでしたでしょうか。不慣れなところもあったと思いますが、最後までご覧いただきありがとうございました。難民を理解するための15分では、これからも皆様に分かりやすく難民の方々のことを伝えていきたいと思っています。引き続き応援いただけると嬉しいです。最後になりますが、私が所属している難民支援協会では、日本に逃れた難民の方々の支援を行っておりますが、ウェブサイトの URL など、動画の概要欄に貼っておきますので、そちらも合わせてぜひご覧ください。また、6月20日は世界難民の日となっており、難民に関する発信も行っていきます。それではまた次回の難民を理解するための15分でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。